はずさ。何が言いたい。戦場のアイドルが指揮官の盾になって命を落とす。どう？美しいんじゃないかしら。テルヤ栄光。ハクト、生きているのなら早く魔王であることを証明してみせろ。この腐った状況を一撃でひっくり返す圧倒的な存在であることを証明してみせろ。君はうちの生徒だろうに、どうして僕の前に立つ。やっほーほう、人質を取られたか。しかしそれがなくとも照屋家には逆らえないというところかね。ここで止まってください。会長、私はともかく我が家の部下は気が荒い。命の保証はできません。バカタレ、命の心配なんざしてられるか。正しいと思ったことは意地でもやるんだよ。家柄だの他人だの知るか。間違ったことに加担するやつは善人だろうが弱者だろうが死んで当然なんだよ。やれ、ユラリンポーご褒美ディッシュ。どういうことだ。なんだお前ら。テルヤ栄子の父殺しを信じる者だ。人形？何なんだこれは。人形を使う術者がサイモン・エイトにいるって話だ。妹さんには同情するし、できれば助けもするが、どうにもならなかったとて恨むなよ。伊賀忍法乱れ月影。腕は2本あるんだよ。実力の差がありすぎる。いかん。テルヤ栄子、覚悟だぎゃ。グガ、バカ者、こいつがどうなっても。足止めお願いします。ちょ、パチキ一人でありんすか。これ飽きまへん。何をしたでありんす。液体窒素ですわ。副会長、攻撃を。あんた、なんてやつだアリンス。ともかく撃退しましたわ。さあ状況を見に行きましょう。ブレイブ、約束は守るよ。ただ少し遠くに行くことになる。ソガケーナ、まさか道への身に。その子を助けたかったのかい。だからあんたに協力している。もう一度。貴様ら道への何をした。王女を知らねえ。会長、待つだけ。代わりに。大変だったね、ご苦労様。ん？これでテルヤ家は失墜。すでに魔王も倒れた。我々とあんたの利害は一致している。今は協力しましょう。気に入らないよあんた。やれやれ、厄介なおちびちゃんだ。死んだよあんた。何の利益にもならない争いだってのに。平成逆転だな。
最大の技で礼をさせてもらわなく気分が収まらん。覚悟、最大級のぶん殴り、その名もザ・ぶん殴り。人形どこにいてこいつを操っている？そりゃ秘密さ。お互いに運が悪かったらまた会おう。だけどあんたには俺がわからないだろうね。俺はこの通り顔がない。畜生。なんだ、幻覚が、何が起きてますの？あなたの家系が空母を制動してくれなかったら僕は。いや、黒龍のおかげじゃて。大丈夫かい？強がる趣味はない。今後の戦いに響くから正直に言うが、おそらくは機能のいくつかが不完全になった。負ける覚悟さえ必要。君の言葉が嘘じゃなくなるかもしれないな。ケイナは？申し訳ありません、ヤマト坊一郎に。それなら追いかけないと。行こうか。うん、待ってくださいませ、私も行きます。そういうわけにはいかない。これから先どうなるかは僕にもわからないんだ。どうしてソガケーナなんですの？それは彼女が僕の物語を剥ぎ取ってくれるからさ。そこに差があったんですのね。でもアクト様、帰っていらしたら私もきっと。現体制の全てを破壊するつもりで行動するのと、結果現体制の全てを破壊してしまうのは同じことだ。でしたら僕を。いや、止めるよりは面白いものが見られそうだし。服部純子、早く魔王を討伐するんだね。この子に及んで。こらえてくださいお嬢。もしテルヤ英子の父殺しが本当でも、我らが手を出してしまえば権力の座を狙った暗殺になってしまいます。ならば黙って従えと。魔王を止めろ、命令だ。歯向かうのかい？歯向かえばあんたらの家は終わりだってのに。お嬢、お腹立ちは分かりますか？いずれにせよ敵は憎き魔王。このまま。多分刀のしてほしいことをしようとした時だけ抜けるのよ。そしてね、抜いたら好きにすればいいのよ。内省するより信仰するより、生きて自分のことを気遣ってくれる人のことを信用しないとね。どうした？これからお前たちを裏切る。正義も家柄も私たちを救わなかった。私は私が愛した男のために生きる。この裏切りは愛だ。おお、ソフィアの剣が。裏切りではありませんぞ、お嬢のお心のままに。魔王に味方するというのか？その通り。その程度。こちらにはまだ兵隊が残っている。ソハヤの剣よ、愛に力を。
殺してはいけません。生きて罪を償ってもらわなければ。コロネ。エイコ。父上。これは一体どうしたことでしょう。死んだはずのテルや剣装士が現れました。なぜ父上が。育て方を間違えたまま死ぬことはできんのでな。ですが確かに。私を誰だと思っている。最後になるかもしれない。知ってることを話してくれないか。ああ、魔王帝は人間だが人間ではなく体内のマナに調整が加えられて誕生する存在だ。そっか。だから何度でも生み出せ。うまくいきそうもないときは殺してまた100年ほど待つ。そんなことを神は繰り返してきた。人間も勝手なら神も勝手か。繋いで My Fantastic Song